会の最中にご飯食べたいですよ。あ、もう全然いけます。あ、もうペルソナチェックも欠かしませんね。ね、初っ端が大事です。そうですね。いやでもね、絶対混乱してなんかよく分かんないことをやってしまうような気がするんですよ。いいよ、ちょっとね。よし、分かりました。さあ、どうなるでしょうか。さあ、果たしてどうなるのか。おー、はい、あいつだ。はい、ちょっと大きめなのがいる場所にいたしました。ちょっと、うん、やっぱり。あー、ダメか。先生どうなるか。はい、入りますよね。先生どうなるか。そうですよね。身からやばそうですね。やばそうですよね。おー。ヘカトンケールと申します。はい。なんかあの鍵を開けたい。どうでしょうか。おー、欲しい。何が？祝福属性ですね。おー、魔法光があった。うん、ありました。うん、あー、間違えた。いや、こういうところ。あー、使っちゃった。使っちゃった。でも、やっぱりああいうファントムムーブを活用していくのはすごく有効ですね。うん。なるほどね。うん、おー、結構減る。危ない、ダウンしてます、ダウンしてます。シンボル。間に合った、間に合った。間に合ってない。間に合ってないですね。ゼロゼロゼロだと。主人公はやられちゃいましたね。やられちゃいましたね。でもこのゲーム、主人公が死んでしまったとなっても、それでゲームオーバーにはならないですね。仲間全員がやられてしまって、初めてゲームオーバーとなりますので。他も出てきますね。ですから、やっぱり、アイテムを使うときって1日ペースで使えるんですね。ですからピチャッと止めて仲間全員にアイテムを使うこともできますので、落ち着いて諦めることなく戦うこと大事です。どうしようかな。さあ今トキが頑張ってますね。アクション感すごい強くていいですね。はい、結構周りにいるザコっていうのも邪魔なんですよ。邪魔ですね。今めっちゃ邪魔ですね。そうなんですよ。ですからまあ、でかいヘカトンケールばかり相手にしようとしちゃうと割と大変になりますので、おどうでしょう。倒しながらね。そうですね、こう回復大事です。大事です。まだ死なないことが大事です。そうですね。あと、あ、誰か死んでる。あ、ジョーカーがやられてますね。あ、ジョーカー生き返らせます。リカーも使って、あのバンバンジュニアとかがやばいです、ね、誰か死んでる。またあ、リュウジが食らいます。ちょっとちょっとちょっと、やっぱ SP が足りなくなってくる。まだ全然減ってないし、やっぱり弱点をえぐくついていくっていうのと、総攻撃は逃さずまず周りの敵を減らす。でワンバーは必ず取りながら距離を取って、うん、あー怖い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 、おー、いけたいけた。うん、怖い怖い怖い、うん、記憶が持たなくなってももう回復しますからね、うん、全然回復しやすい。このアイテムはもう容赦なく使うのがこのゲームすごく大事です。ケチらない、うん、ケチらない、使っちゃう、うん、すごく、あ、サポートやばいやばいやばい、ね、アイテムを使わないとちょっとさっき、うん、あ、これ全体か、全体か、ちょっと取っておきます。うん、弁当食べて、はい、そうですね、アイテムは本当に全部止めた状態で使えるっていう意味ではやっぱり優秀なんですね、うんうんうん、おー、やばい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 、今こそ弁当だ。そうですね、全員ちょっとやばい、ね、全員をちょっと癒やしていかないと。そうですね、うん、もう全部使い切っちゃう。いやでも本当これ大事です。ラクカザ使っていこうかな。ラクカザを主人公とソフィアに勝てる、うん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 、これアイテム足りる、これ足りる足りる、わかんないけど、うん、あ、コーンがいいんですよね。大きいですね、威力強いですから。うん、おー、おお、よかった。さすが。そしてちょっとずつ減ってますね。うん、シーサーも邪魔なんでシーサーを先に倒したい。ああ、なるほど。まあ、破砕を混ぜながら総攻撃、あ、そうですね、総攻撃も進めながら巻き込みつつ戦おうか。おおお、あ、怖い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 、あ、ジョーカーが気絶中。ジョーカー、うーん、ジョーカーどこだ。今正面にいましたね。正面に座ってますね。とこのまま行くと間違いなくやられてしまう。うん、あ、こっち向いた。あ、よしよしよし。よしよしよし。お、お、お。うん。いけるかな。お、結構敵がまた湧いてますね。湧いてきますね。お、チャイメディアです。うん。
お、今なんか、うん、マハタルカジャとかいうやばいやつがいましたね。いましたでもここはもう一回ば、はい、あ、遭遇来ました。大きいのが来ました。でもあんま減らない、もう一回来て、まあ、これぐらいですね。ですからこの感じをもう一回やればっていう。これでダメにするから、はい、あと招待人も使える状況になってますので、今めまい状態ですね、うん、死んだ。やられた。あかん。うん、生き返らせて。あ、使えね。あ、ない。じゃあとりあえず SP が管理キャンディーで、うんうん、ソフィアの MP を回復させる。あ、こういうの大事です。大事。この出会いと別れのパフェってやつ使いました。あ、うん、おお。完璧に回復、うん。出会いの別れのパフェってどういう状況のパフェで、ね。気になりますよね。初段に使ってます。わ、めちゃめちゃ。はい、はい、やっぱりでもショータイムは手堅く画面上的にダメージが与えられますので、うん、周りの雑魚を減らすのにも有効です。ああ、これでだいぶ減ったかな、はい、結構減りました、はい、うん、ボス自体のダメージもあるんですけど、周りをいなくするってことが強いので、ああ、そうだ。お、ああ、ちょっと食らった、食らいましたね、うん、なんかメディラマみたいな、ディアラマが使えるやつがいるとありがたい。うん、いいかな。いや、いいかな。これはソフィーにバトンタッチして、うん、ソフィーからディアラマを使わす。今ペルソナを引っ込めたら死ぬみたいな感じになって、うん、あ、やばい、さっきの攻撃だ、あれが怖いんですよ。あれが連続で。ああ、そこ攻撃をしてる。やっぱりこういうところで、うん、まずは邪魔なのは予約して。うんうん、マハタルカジャが結構痛いですね。バフ持ってるやついないかな。いない。あ、これやばい、うん、危ない。バトンタッチをしようと思ったし、ね、まあでもやっぱり祝福をついていくっていうのが定番ですかね。ラクンダを持ってるかなと思ったけど、決めてなかった。あ、怖い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 。かばってくれた、かばってくれた。誰が今めまいですね。めまいですね。見えにくい、見えにくいけども、押し切りましょうか。とりあえず使っていけば、なんとなく総攻撃出るだろう的な感じでやっていきます。暗い。ちょっと待って、ダウンさせる、ダウンしろ。しない、しない。でも大丈夫、まだあのダウンゲージというあの盾みたいなゲージが頭の上に3つあるんですね。あれがダウンゲージなんですね。あれがなくなるとダウンで走行している状態になる。めちゃくちゃ食べまくってる。お腹いっぱいになってきました。もう効果でこれちょっと、あ、もう、はい、素晴らしい。まだダウンゲージがね、うん、おー、やばい、おー、めまい、めまい、おー、逃げて、あー、死んじゃう。あー、今ここにいました。生きてる、ファントムーブをかましました。危ない、熱い、危ない。もうでもこうやって休憩ちょいちょい挟めるのがいいですね。そうですね、これを、あー、疲れた。あ、おー、いいね。あれが来てる。あれがやばい。あ、効果当てる。とりあえず効果を当てて、ちょっとずつ攻撃していくのが欲しいです。でダウンゲージがあとちょっとになってきてるので、うんうん、メディアを使います、はい、あの頭の上で危ない危ない危ない、ダウンゲージっていうのは弱点ついたりテクニカルでしか削れないんですね。あ、はい、これで、あ、あと1個になった。はい、もうちょいで、もうちょいで、もう1回走行駅に持っていけるから。あー、あー、痛い、誰かまたいなくなりました、ね、誰かがまた死んでる。ソフィアが、ソフィアがやられてますね。あいつは今回の鍵なんですからね。で、素早くね、これ、突っ込んでくるんじゃないですか。ちょっと危ない。おー、教えてくれた。危ない、死んだ。あと敵もなんかまた増えてきましたね。そうね、え、敵がとりあえず、うん、あー、SP もないですね。じゃあ、このショータイムゲージが上がるアイテムを使ってみます。あ、なるほどなるほど。こういうところを結構大事ですね。あ、撃てますね。撃ちます。おお、あ、いろんなショータイムが。はい。でかい。あ、行ける行ける行ける。このまま行けるか。行けるかな。あ、気温の数。気温の数。とどめ。効果で行けますか。あ、行ける。あ、もう一発。あ、SP がない。
あ、そこ行った。よし、行ったか。行ったか、行ったか、行ったか。おお。素晴らしい。おお。素晴らしい。すごい。すごい。いや、今割と結構物量にご利用しをした感じもありましたけど。